新しいお友達。行ってきます。島次郎くん、おはよう。おはようございます。あれ、シカ子先生は？今日からチャレンジ園に入ってくる新しいお友達を園で待ってるんですよ。へえ。一体どんな子が来るのかな。園長先生に聞いてみようよ。先生。園長先生、新しいお友達ってどんな子なの？それは後のお楽しみだよ。そんなこと言わないで教えてよ。男の子？女の子？どっちかな？かなかなぶん。ぷぷぷぷぷ。おはようございます。それじゃ、新しいお友達を紹介するわね。真っ白クマッキーちゃん、入ってらっしゃい。恥ずかしがりなのかな。トリッピーの名前に似てるから男の子かも。ニャッキーと似てるから女の子よ。クマッキーちゃん、はい。クマッキーちゃん、無理しないで。なやつだぞ。ドアをもっと開ければよかったのに。ゾータ、言い過ぎだよ。緊張してるんだから仕方ないわよ。あ、なんだよ。ほら、泣いちゃったじゃないか。もうやだ、大失敗。それじゃあみんな、クマキーちゃんと仲良くしてあげてね。ちゃんは知らない歌だと思うから、最初はみんなが歌うのを聞いていてね。はい。それじゃ行くわよ。はいはいはい。シカ子先生、私この歌知ってます。お前声でかすぎだぞ。はぁ、そうなの？ごめんなさい、なるべく小さい声で話すから。笑い声もでかいぞ。じゃあ、しなさいって言われたでしょ。そうだけど。ゾータ、場所交代。なんだよ。泣かないでクマッキー。トリッピーが教えてあげるから一緒に歌おう。うん。シカ子先生、少しずつ弾いてみて。はい。どんぐりコロコロ、どんぶりこう。はい。どんぐりコロコロ、どんぶりこう。教わる相手を間違えたよ、クマッキー。もうママったら、昨日の残り物のすき焼きですか。でも、ママ私もママのことすき焼きなんちゃって。ぷぷぷぷぷ。はい、皆さん、お昼ですよ。お前、弁当箱小さいな。これはご飯のお弁当箱。おかずは、うん、それ、全部食べるのか。そうよ、いただきます。すごい食べっぷりだな。やだ、褒めないでよ。うい、別に褒めてないぞ。ごめんなさい。よし、サッカーするぞ。あいつ、誰も遊ぶやつがいないのかよ。しょうがねえな。おーい、クマッキー、え、サッカーやらないか。やるやる。お前、キーパーな。タッ
配するな。ちょっとひねっただけだぞ。はあ、ゼータ君。シカ子先生呼んでくる。先生早っ。私より早いかも。怪我軽くてよかったわね。ゾータ君、着いたわよ。先生に捕まって玄関まで送るわ。一人でも大丈夫だぞ。へっ、なんだよクマッキー。私が送るからおぶさって。いいって、おんぶされるなんてかっこ悪いぞ。へん、ゾータ送ってもらえば。いいってば。わかったぞ。クマッキーって優しくていい子だよね。ミミリン好きになっちゃった。もっと仲良くなりたいよね。うんうん、ここでいいぞ。うん、じゃあね。おい、え、何？ゾータ君。ゾータでいいぞ。え、あ、うん。お前いいやつだな。ありがとう。また明日ね。バイバイ。そっちじゃないぞ。え、私ったら。お前って面白いな。